海と日本プロジェクト in 宮城。東北地方を代表する物流拠点仙台港、港に隣接したこちらの公園では野球やテニスなど思い思いに楽しめるようになっています。公園の東側には海を眺められる海の広場があります。こちらでは釣りを楽しむ人々が大勢いるんです。こんにちは。こんにちは。何釣れたんですか？シャコです、ね、シャコ、はい、すごい大きいですね。あ、いっぱいいますね。仙台港にもいろんな魚がいるんですね。釣り具店を開いておよそ40年の福来さんと一緒に釣りにチャレンジです。そう、手を離す。よしよし、 OK、 OK、 OK。 あ、そうでいいや。立ていいですか？あ、戻します。これ、あの、あ、戻っていいですか？シャコ、はい、アナゴ、カレー、はい、あとメバル、夜は。とにかくね、大人から子供まで、誰でもできる行為ですから、危なくないですからね。海とはどんな場所ですか？家族団らんの場所。週末に家族でみんなで釣りに来て、はい、ワイワイ楽しめる場所。はい、癒し。何も考えないでずっと見てられるような空間なので。はい、公園、公園、家族で、はい、まあ、釣りを楽しんで、まあ、楽しめる場所っていうところで、みんなで楽しむ場所っていうところで公園にしました。はい、海と日本。